始めた頃からラブコメ要素も大切にしようっていうお考えがあったんですか。そうですね、最初からですね。もうランちゃんと新一君、はい、そうですね。今となってはいろんなカップリングが ありますね、ね、ありますけども、ここまでになると思いましたか。思ってないですね。あ、それは予定外。予定外ですね。意外にうまくいくなって同じパターンがないでしょ。でも大体変わった感じなんで。幼馴染は多いですね。多いけどやっぱり平次と和葉と新一郎はちょっと違うでしょ。形が違いますよね。そうそうそう、だから工夫してますけど、差別化を。あの、考えてなかったところからたくさんカップルを増やしていこうって、行こうって思ったことはないです。自然の流れで。自然に。そうですね。テレビでなんかドラマで、あ、こんなカップルいいな的なのを言えたりしてますよ。これからも増えていく可能性もあるんですか。いやー、まあ、どうでしょうね。特にこのカップルを応援してるみたいなカップルさんいますか。新一君とランちゃんはみんなに見てほしいんで、あと佐藤と高木かな、あと平次と和葉、くっつきそうなのにどうしてすれ違っちゃうんだろうっていう、ねえ、まあね、お楽しみに。